チャンネルこちら総チェックは、チい、いでございます、えー、金曜日、ね、交流戦、半分終わりましたけども、さあね、調子のいいチーム、悪いチーム、まあ、普通のチーム、ね、どうなっていくのか、ね、リーグ戦、大論点返しが起きるのかどうかっていうね、残り、あと、九試合の交流戦にかかっておりますけども、さあ、ということでね、今回もお送りしましょう。まずはですね、ヤクルト対ロッテ。 31日1対0でヤクルト、えー。1日4対3でロッテ。2日7対3でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち星しいね。いうところになりましたけども。31日1対0でヤクルト。えー、ロッテ先発石川。6回82球5アンダー、えー、3ロ0 2九1失点。で、ヤクルト先発サイスニード。7回99球6アンダー 73C29 無失点と。まあもう石川もね。まあ初回の山田。ね。えー、9年連続2田ホームラン。や田だ。グッて。ね。レフトね。だからこの、 言って、隅市だからね。それはもう、攻めれないね。石川もね。それで攻められたらた、黙っとんじゃない。俺は、上野で、ソフトバンク戦、マッチのホームラン1対0で負けて、なぜあそこはフォークなんやっていうね。ところ、こ、この番、チャンネルでもね、何回も言うけども、ね。っていうところで、まあ、その中でもね、ヤクルトは、4回、えー、山崎がね、えー、セーフティーバントで、えー、出て、で、山田の時に、えー、松川、えー、パスボールね。二塁行って、ワンアウト二塁。 で、村上、えー、中村と、えー、ここで1点取れず。で、5、五回にもね、先頭長岡がライトマヒット。で、オスナ浜田ね、えー、サイスニード、点取れず。で、えー、6回。塩見はね、レフトでツーベース打って、山崎送りバンドして、ワンアウト3塁から山田がアウト。で、村上敬遠されて中村がアウトっていうところでね、まあここでね、もうちょっと点取っていれば、もうちょっと楽な展開、えー、だったかなと。でね、えー、ロッテで言うとね、えー、4回5回6回7回。 得点圏、ランナー出すも一本出ずっていうね。4回は、2アウト1塁でね、安田がアウト。5回、2アウト1塁、高部三振。6回、1アウト1塁、安田、5、4、3、ダブルプレイ。で、7回、1アウト2塁からね、代打佐藤三振で、小木野に回ってきて、レフトフライで、ここで1点取れずっていうね。で、まあ5回にはね、石川がスリーバンド失敗。バーッと。ちゃんとしなきゃ、ピッチャーでもね、えー。っていうところもあったし、 で、えー、4回ではね、高部センター前、で、ワンアウト一塁からね、えー、レアード。高部がね、初球走るも、打ってレフトフライっていうところで、こう、チグハグがね、もう右バッターだったから見えてんだから、足ね、サイスニードに足使っていかなきゃっていうところでね、 初級からね、その前の中村はね、走って、ラインドヒットの形だったけど、あれ追い込まれてたからね、仕方ないけども、レアードは初級だからね、こういったところちょっとね、攻撃もチグハグ、チグハグっていうところでね、なんかもう、何やってんだっていうね、ところだったけども。で、ロッテはね、えー、守備。まあ、4回裏ね、山崎ね、えー、三塁セーフティでね、出た時も、こう、セカンド中村がね、ファーストベース入れずっていうところで、こう、守備位置もね、動きもバッと。 ファースト側にセーフティーバンドして、セカンドがファーストベース間に合わなくて、セーフっていうことは、もうそのバッターに対しての、明確な理解力と、何してくるかとっていうところが頭に入ってないんだよね。あれファーストってだからね、レアードはね。あのまま投げたら、まあ、絶対アウトかってわかんないけど、面白いタイミングだったと思うけども、セカンドが入りきれないでセーフっていうのは、ちょっと理解に来てもスチームから、何でもかんでもね、深く守ればいいっていう問題じゃないんで、そういったところはね、ちゃんと守備位置取らなきゃいけないからと。 で、その後ね、山田の時にパスボール。まあ、これサインミスかなってね、いうところもあったけどもね、松川の取り方で言うと。でもあの、佐々木の時にもね、サインミスあってドーンって、えー、当たってるし。で、次の日、満のところでもね、サインミスしてるわけよ。これあの、結果、パスボール、ランナーいなかったからね、なんもなってないけど。で、チームバッテリーエラーっていうところが、あの、31日で、え27個。で、パリ、で、パスボールが7個と、あの、セパ合わせて最多なのよ。バッと。 あの、サインミス、ランナーいなくてするって、まあ、ピッチャーが悪いのか、キャッチャーが悪いのか、わかんないけども、まあ、松川がなかなかね、ピッチャーに言えないだろうから、バッテリーコーチがもっとちゃんとして、ピッチャーにも言わないと、多すぎるね、明らかに。この一週間で何回やってんだよっていうね、サインミス。そういったところでは、しかも石川、美馬、佐々木ってやってんだからね。まあ、この石川の方がサインミスだったらね。そういったところでは、もうちょっとちゃんとやっていかないと、なんか卒多すぎるね、バッテリーとしては。バッテリーミスも多いしね。 それが全部失点に絡んだりする、ちょっともったいないからね。で、続いては、えー、1日、えー、4対3でロッテっていうところで、えー、ヤクルト先発原ね、6回82球、5アンダー、5三振、1四球、4失点と、まあちょっと左肩ね、あの、開くのが早くて、腕が外回りして、ちょっと球離れが早くて、抜け気味かなとね、抜けるの嫌だから引っ掛けるっていうね、チェンジアップはね、結構いいフォームで投げてたんだけど、ちょっと他の球がね、ちょっと制球しきれずっていうね、ところで失点。で、まあロッテはね、え、先発見まぁ、5回82球、6アンダー、え、3三振、3四球、3失点と、まあスライダーホークも多党ね、 いやもうちょっとインコース、ストレートとか使えばもっと楽な配球できると思うんだけども、まあね、なんとか収まったけどもちょっとストトレースライダーホーク多頭すぎるかなと。 やっぱね、えー、もうこう、ホームラン合戦というところで、えー、中、えー、ロッテはね、2回表に中村。で、3回表、4回表にね、安田っていうところがね、ホームラン。で、ヤクルトはね、1回裏に山田がホームラン。オスナ2回裏。で、浜田がね、4回裏と。もうこれ全部、まあ、ソロで収まったっていうところがね、あの、得点がね、まあ、増えなかったっていうところでもあるけども、安田のね、3回の表の、まあ、今季初ホームラン。ね、アウトコース。こう、ヘッドがうまく立っててね。 かぶせてこう打てたからね。あれ切れなかったね。あれもうちょっとね、力負けしてたら切れてたからね。そういった意味ではあれね、いいあの形のホームラン。で、2打席連続ね、今度はスライダーが甘みに入ってきたところをね、宇宙間にというところでは、非常にね、いい形のバッティング、えー、だったんじゃないのかなと。でね、でまあこの時にね、まああの、6回表にね、えー、結局は決勝点、えー、ロッテは入るんだけども、2、えー、アウトからね、中村のレフトへ2ベース。レフト浜田もね、ダイビング、惜しかったね、あれ。っていうか逆によくグラブに触ったね。 あ,のあれ取ってたスーパーファインプレーだったけど、まあ、その後ねスライディングキャッチとかあったけど、何気に球際はね、濱田強い、まあ、これは取れなかったけど、あれ取れなくて仕方ない、触るだけでもすごい、ね、で、ランナー2塁になって、ツーアウトでね、でレアードっていうところで、ブルペンでは木澤とね、田口がね、あのブルペン待機してたのよ、で、あの次のバッター、安田ね、日本ホームラン打ってるっていうところで、まあ、ワンストライクから、チェンジアップをね、レフトへ決勝点のタイムで打たれるんだけども、次の打者がね、安田、ホームランっていうところで、 まあちょっとレアードでの勝負を焦ったかなっていうね、まあ、正直ね、俺はあそこは解説してたんだけどね、この試合、歩かせて、まあ、安田が来て、ピッチャー、田口交代でよかったんじゃないのかなって俺は思うけどね、ちょっと勝負をね、まあ、安田が当たってるっていうところでね、まあ、いやだから安田が打たせたレアードのタイムリーでもねあるけども、あそこはちょっとフォアボールでもね。 よかったかなって正直思うね。で、まあ、ここ、この試合もね、まあ、ロッテは勝ったけども、三馬松川のね、サイミスもあったりとか、ワイルドビッチね、手で止めに行って体で止めないとか、で、9回かけるまね、なぜかど真ん中の球をね、ポロンって弾いてパスボールちあれ、最後もね、松田がよく頑張ったからね、失点しなかったけども、もう多すぎる。ほんと、バッテリーミスが。この試合も2個だから、回合わせてね、29?30 ぐらいになってる可能性あるからね。まだ3分の1で30ってあまりにも多すぎるね。 で、まあこの試合のね、一番のやっぱりキーポイントになったのは、村上がね、えぇ、ー、4打席全部フォアボールっていうところでね、まあ申告敬遠もあったりして、で、中村がね、その後、全打席ね、あのー、まあ打てなかったっていうところでね、前の日もあったけども、まあちょっと、まあ当てに行っちゃったね。まあコンパクトにっていうところでね、まあフォークボールショートころフォークボールショートゴみたいなね、最後、当時のスライドはちょっと土先に当たってっていうところで、中、村上敬遠の中村っていうところでね、1本出てればね、 ヤクルト分勝ったけど、これはもう中村のね、苦しいところだったね。まあこれはもう勝負ね、前も DNA 対セーブでね、山川全、ね、フォアボール出してっていうところもあったけどね。まあこれ、だからこの村上のね、後をぶつバッターっていうのがね、非常に大事になってくるっていうね、えー、ところの今後のね、ヤクルトにとってもっていう試合展開でしたね。で、2日、えー、7対3でヤクルトっていうところで、ロッテ先発大島ね、6回94球、5アンド43し、2 9失点と、また勝てずっていうね。 ヤクルト選抜ツアーですね、5回96球、4安打334、1934で、まあ、初回のみっていうところでね、ま、あこのね、えー、初回の攻撃、乗ってね、ワンアウトから、高部がね、センターへスリーベース、佐藤のね、ファーストゴロ押すのがこいつ、もう、 慌てた、ね、あれ、後ろも下がってたんだから、あれ、慌てないけど、ファースト一つでもよかったね、そしたら、石って、ね、ひょっとしたら済んだかもしれない、その後ね、中村の、ね、ツーランホームラン、3点、一気に小島で、お勝たせるぜっていうところでね、小島もいいピッチングの中、きてたけどね、2、6回、山田のね、レフトへのホームラン、っ点、これで3試合連続ホームラン、山田、だ。ね。で、その後と、えー、7回裏ね、ワンアウトから太田ね、ピッチャー、登場に代わって、進化ね、低め、見逃したボールかっていうところを作り上げて、レフトへホームラン、太田、っ 1>, 1点差お、どうなるんやっていうね、これ日本ハム大ね、躍動戦を思い出すようなね、えー試合、試合展開で。で、ピッチャーね、ゲレーロに代わって、代打川端ね、センター前ヒット。で、山田の時フォアボール。で、村上三振取るけれども、オスナがね、レフトへ同点タイムリーヒット。で、中岡のワンナウチに注から、中村のファンブルバーっと。あれ、一回取ってワンナウチ取ってたらね、逆転。こんなき気だだだっていかれなかったよ。で、その後うちはもうね、ランナー、フルベースから、ボーンって、ガーッて、待つか待つかって言われてるけども、 俺は内山の方が何気に、今、現代会だよ。現代会で言うと、内山の方が何気にすごいと思う。いいと思う。ね、将来的には分かんないよ。どっちがかのるう今、現在で言えばね、内山人間めっちゃいところでもね、いい感じの奏者いそうね。で、えー、ここでゲレールからヤギに変わってね、大田がまだレフト前ヒット打って、代打中村雄平タイムリーヒット。中村グーッと。あの、ファーストでもちょっとにやけた感じの、嬉しそうだったね。ドヤ。ドヤ感。ね。まあでもね、こういったところでも、まあね、 昨日のミスを今日取り返したっていうところでね、安田もね、あの、初戦打てなくて2戦目ホームラン打ってね、勝ち越したっていうところでは、次の試合でね、すぐいけるっていうところは非常に良かったけども、一気にね、5点。で、7対3でね、ヤクルトの勝ち、小島はまた勝てずっていうところだったけども、まあ、ロッテはね、2回以降、やっぱ点取れてないのが痛いね。あれで、やっぱ点重ねていけばいけるっていうところでね、まあ、7回表ね、この、木沢の県勢悪送球なんかマリりワンアウト1塁からね、奥野の,の543ダブルベ、ここでいってんね。 でも取ってたら、パーンっていけたね、えー、可能性も、えー、あったけどもね、まあ、そういったところではね、後ろね、打たれたのもあれだけども、追加点を取れなかった打線っていうところがね、まだヤクルトロッテに取った敗因かなと。でもヤクルトはね、シューマンギッチをね追い抜いて、中村のヒットっていうところも良かったしね、非常にいい形の戦いだったんじゃないでしょうか。結果ヤクルトの2勝1敗で勝ででち越しでした つ、えー、いで、巨人対ソフトバンク。えー、31日3対1でソフトバンク。1日6対3でソフトバンク。えー、2日3対0で巨人。ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、えー、31日ね、ソフトバンク先発石川、5回3分の2、8393で4三振。3四球1失点と。まあ、立ち上がりからね、ストライクボールちょっとはっきりして、ばらついてたけども、まあ、粘り強くね、まあ、なんとかっていうところのね、投球になりましたね。で、巨人先発ね、アンドリス。 えー、初登板、えー、6回99、6アンダー734、119無失点と、まぁ、あ、ちょっと腕がね、ちょっと若干遅れてきて出てくる感じだから、ちょっと初見じゃちょっとタイミング合わせづらいんちゃうかなっていうようなね、えー、感じはしましたけども、まあ、巨人はね、初回、ウォーカーが2ボールからストレートをね、えー、先制の、えー、ホームラン。で、2回ね、巨人はね、のポイントとしては、初回点取って、で、2回、ポランコセンター前、で、後ろダブルプレイでアウトなんだけども、 えー、マスダフォアボール、中山フォアボールと。でね、アンドリュース三振というところでも、この大城のフォアボールがね、あダブルプレイがね、ちょっと痛かったかなっていうね、えー、ところはあるかな。で、ソードバンクはね、え、ピンチで、えー、6回8回にね、岡本敬遠策っていうところがね、正直実ったかなと。えー、6回ね、丸、ま、セカンド内アンダー、ウォーカーアウト、吉川バンド六って、ツーアウト二塁、岡本のね、敬遠気味のフォアボールをあれかつて、大打中島をね、セカンドゴロでアウトに取って、で、えー、8回も、 え、丸がヒット入て、大川吉川倒れるも、岡本ね、2アウト2で敬遠。で、代打立岡がね、えー、ライトフライアウトというところで、ね、あの、ヤクルトの村上と同じような感じで、岡本を悪化してっていうところでね、ソフトバンクの策が非常に、え、実ったかなと。 で、攻撃ではね、7回表、1アウトからデスパイネがね、え、ライトへ、え、フェンス直撃、え、2ベース、え、の3塁打かと思ったけど、なんで行ってないんや、と思ったら、まあ、デスパイネだからね、これはまあ、無理かっていうね。で、次ね、で、三森がね、あ、ダイソーのブラ、でね、え、三森、ライトへね、同点タイプリー。で、8回表ね、1アウトから、イモミアのね、え、サードゴロ、岡本が悪送球、バーっと。で、カイバント。で、アカシがね、え、勝ち越しのタイプリー、3ベースで、今季初ヒット、ア石。ね。で、ここでね、 しっかり勝ちこつっていうね。で、まあ、あと、今宮のね、濃厚接触者でね、疑いでちょっと、あの、欠場してたけども、復帰して、攻守で、ファインプレーもね、左右が、あったしね、やっぱり存在感はね、大きいかなと。で、えー、この日ね、なんと、ソートバンク、えー、柳田選手が、えー、5打席連続三振、しかも全て空振り史上4人目、里崎の日本記録タイに並ぶっていうね、柳田が里崎の記録に並ぶ、5試合連続、 全部空振り三振いらっしゃいっていうね日本記録です史上4人目です野手史上3人目ですねそういったところでは記録になりました、はい さあ、続いて、一、えー、1日、三、えー、3対6でソートバンクっていうところで、巨人先発赤星ね、4回3分の1、89球、6アンダー134、29、6失点と、まあ、腕触れてないね、全体的に。で、ちょっと抑えも効いてないから、ボールがちょっと抜け気味。最後のこの押し込みっていうところもね、ちょっと効いてないような気がするね。まあ、そこで6失点っていうね。まあ、疲れもあるだろうけど、ここから踏ん張りどころだね。で、ソートバンクね、えー、先発東山、7回96球、6アンダー34、無死球、3失点と、ま、あ、3ホームランね、えー、打たれるけども、すべてね、 ソロっていうところはね、やっぱこの無支球っていうところが非常にね、えー、大きかったんじゃ、えー、ないのかなと。だからあの、4回ね、吉川の2号。で、6回、大川15。で、7回、えー、松田陸、えー、ソロね、2号っていうところで、この差し点でね、抑えられたのは、まあ、無支球ね。ま、あだからホームラン打たれてもやっぱり、ね、ソロだったら、ま、なんとかなるっていうね、えー、ところで。で、ソフトバンクはね、えー、4回表。 マキラセンター前、柳田サード内野だね。で、グラシアルアウトになって、ワンアウト一二から中村明がね、ライトへ先制タイムリー。で、柳町がね、センタータイム。柳町いいね、このちから出すところがね。グッチね。で、ここでね、えー、しっかり、え、3点取って。で、5回にもね、えー、回ヒット。で、イガちゃんはね、バウンドするも、フルダッシュョイス、セカンド。ね。アウト、リクエスト、セーフ。中川さん、これアウトですっていうね、言ってましたけど。つま先か。 あの、貝の、貝のかかとだったらアウトに見えるんだよね。でも、この貝のつま先だったら、このグラブに入ってるけど、こう当たってないっていうところでね、ちょっとセーフなのかなっていうようなね、判断、感じましたけどね。で、ノーアウト1、2から緑が、メモリがバンドして、巻き上るフォアボール。柳田がね、走者必層の、左中回、タイムリーね、ツーベース。 前日、ご三人からね、えー、復活っていうね、ところで、えー、この4回5回でね、えー、6点取って、まあこのままね、勝負ありっていうところかなと。でね、この試合、藤、え、井、ー、がね、ニイニング投げてセーブ。藤井、グッと。まあ、こういったところでね、リリーフ、モイネル投げたり、いろんなところでね、えー、ところで休ませたりするっていうね、このリリーフ陣の熱さ。 っていうところはね、ソードバンクにとって非常にの大きなポイントだったのかなと思います、えー。6月2日ね、3対0で巨人というところで、まあ巨人菅野ね、8回123球、5万点4三振、3四球無失点、すべて完璧。まあもちろんピンチはね、作るけども、あの、こうなんていうね、コントロールキレ、腕の振り、ね、躍動感、非常にすべて素晴らしかったかなと。 で、ソートバンク先発でいいね。4回78球、6安打23し、無四球2失点と。まあ、初回ね、丸にホームラン。で、5回にもホームラン。で、大川ーカーがね、えー、3回ホームランと。まあ、3発3点だからね。まあ、東山と同じように、まあ、これは、まあ、仕方ないかなっていうね。ところで、まあ、ウォーカーはね、カースイモク、ハエレ特段のね、成果が実るっていうところで、練習は嘘をつかない。いね。だから、守備の練習もした方がいいね、ウォーカーはね。そしたら、緑かもか ね、まあ、これでまあ3点、まあ、これはちょっとソフトバンクとしてはね打つ手なしっていうところで菅野がね、グッピッチンだったんじゃないでしょうか、結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。 え続いて、中日対楽天。31日2対0で中日え。1日2対0で楽天。2日3対2で中日。ということで、3勝1敗で中日の勝ち越しっていうところになりましたけども、31日ね、2対0で中日。えー、楽天ね、えー、先発田中マー君、6回103球、6安で4三振、1四球、2失点。えー、中日先発岡さんはね、7回109四4安で四4三振、1四球、無失点。というところでね、まあ、マー君の2失点はね、もうビシエド安倍の、まあ2発のホームランっていうところで、 まあ、全体的にもね、7アンダーしか、えー、チームとしてはね、打たれてないし、マークはその間ね、えー、6アンダーというところで、まあ、これは仕方ないかなと。まあ、4回ね、えー、ツーアウトから、阿部はね、ライトへのね、ホームラン。グッて。ね。で、えー、6回、ビシエイがね、高めに浮いてきたところを、レフトへね、トンってね、のライナーで中断。ね、大イスね。まあ、この2点っていうところで、まあ、全体的にはね、この日、あの、日刊スポーツのね、えー、評論でも、 書いたんだけども、まあ、小笠原ね、結構ナックルカーブがね、特徴だったけども、この日はね、本当にナックルカーブの請求が今一つで、まあ、3回までに12球を投げて、ストライクは2球、しかも最後の打者にっていうところで、10球連続ね、ストライクが入らないっていうところでね、あの、キャッチャーの起ロ者もね、そのナックルカーブにこだわらず、もう4回以降は、まあ、そのね、スライダーにシェフトチェンジしていったし、で、その中でもね、チェンジアップっていうところが非常にね、良かったんだよね。だからチェンジアップの比重が全体的にね、35%。 その35%の中で、そのストライク率が74%というところで、非常にチェンジアップを多投して、有効に使えたんだよね。でそこで多くの,、ね、この配球の振、えー、れ幅というか、小笠原が、ね、調子いいように見えたというね。 本当はナックルカーもうちょっと決めたかったところで決めいけなかった。スライダーにシュートチェンジ、チェンジアップだというところで、非常にこの1試合っていうことを考えたらね、この調子の悪い球を、えー、捨ててね、違う球を生かしながら、まあもちろんナックルカーもその後投げたけどもね、いい形で、木の人がね、リード、えー、したんじゃないのかなと。だから楽天打線で言うとね、そのチェンジアップをね、あのやっぱちょっと山張ってでもね、打ちに行きたかったっていうところで、まあ一回ね、あのー、 チャンスで、えー、島内のね、えー、ところがあったんだけども、その島内もね、ツアウト一2以か、初級のね、チェンジアップを打ってアウトになったんだけども、あそこね、狙っていっとけばっていうね、ところはね、えー、若干思いましたね。だから6回ね、ツアウト一2で島内ね、初級チェンジアップ、センターフライっていうところで、まあ、ここがね、グッとね、グッと、打っていればね、 非常に良かったかなと。だから全1 9 9投げて、あの35、35%がチェンジアップで、74%がそのチェンジアップがストライクゾーンに来てるっていうところはね、まあ狙っても良かったかなと。で、まあここはね、木下が非常にうまく、えー、リードできたんじゃないのかなと。まあ結局ね、2対0で勝ち。ね。で1日、えー、2対0で楽天っていうところで、楽天先発からしまね、5回3分の2、93球、5安打3、3し、無球無失点と、まあストライク、スライダー、カーブ、チェンジアップ、とにかくね、低めに、丁寧にね、投げた印象があって、 グッピッチ。ね。で、6回はね、ビシエド、アベとね、チェンジアップ高くなったところをね、連打された時点でもう交代。こうベンチ。この判断もね、非常にあの遅くならずよかったかなと。でね、あの、鈴木がね、フォアボール脱も、ツーアウト満塁からね、ピッチャー西口に、えー、変わって、で、木下ね、レフトフライ。まあ、ストレートで最後ね、ねじ伏せたかなっていうところでではね、あの木下、グッピッチ。ね、まあ。鈴木もね、出てきて、フォアボールっていうところはね、まあそこらね、ちょっと反省かなっていうね。 で、あの、攻撃面ではね、初回、ワンアウト一塁から、浅村がね、センター前、つないで、島内がセンター前タイムリーっていうところで1点。で、その後ね、辰巳フォアボール、ワンアウト満塁になって、鈴木大地ね、4、6、3、ダブルプレイ、ここでもう1点取ってればね、もうちょっと楽な展開だったかなと。で、3回もね、ワンアウト二塁から、浅村がね、レフトフライ、えー、いや、レフト前ヒット、ここでつないで、島内のセンター前タイムリーで、で、あの、こう1点っていうところでな、ね、これ、浅村、島内、浅村がつないで、島内が決める。ね。 この流れができればね、もうちょっと点がね、スムーズに取れていくかなと。で、その後ね、ワンアウト一三塁からね、タツメの時にダブルスチールダブルスチールなのかななんかよくわかんないんだよね。あの、失敗がね。というところでは、もったいなかったね。そういったところではね。だからバッと。ね。で、中日先発ね、上田。えー、3回、59球ン安打1三振、29、1レッドボール2失点と。まあ、低めにね、しっかり投げてた、丁寧に投げてたなっていう印象は、 あるけどね、まあ、ここをうまくね、繋げられたっていうところでは、まあ、次回当番までにね、しっかり修正していきたいかなっていうところですよね。で攻撃面ではね、中日、8回表で、ね、あ、8回裏ね、えー、ピッチャー、えー、ソン、ね、うかが、えー、ライトへ2ベース。 デビシエドフォアボール。ノーアウト一塁になって、安倍のね、このライトフライで、二塁ランナーうかいね、タッチアップせず、ハーフウェイ取って、ノーアウトはもうタッチアップだからね。で、その後ね、高橋、サードライナー、惜しかったけどね。で、動、えー、木下レフトフライと、こう一点取れずね。あれ、三塁までね、タッチアップでいけてればね、ひょっとしたら、ひょっとしたらよ、何かの展開が変わったかもわかんない。まあ、そのまま負けたかもわかんないけどね。でも、そういった隙をね、見せたらダメ、うかい。バッと。ね。そこらへをしっかりね、総走もやっていきたいかなと。 で、6月2日ね、3対2で中日っていうところで、楽天先発騎士ね、4回87球、7で4三振、1四九三失点と、まあちょっと切れなかったのかなっていうね、請球もちょっと甘くなったところをそこ通打されたかなと。攻撃ではね、えー、中日ね、初回、岡林がね、えー、宇宙間へ3ベース。で、鵜飼がね、サードゴロ内安打。で、ね、これ全力疾走、発生グッと。こういう全力疾走、グッと、鵜飼い。判断。ね、前日の。ね、そこをちゃんとしていく。 ね、で、ここで先制して、で、2回ね、ワ、え、ン、ー、アウト3塁から三ツ畑でチェンジアップをライト前。で、3回、ツーアウト1、塁から木下がね、チェンジアップセンター前と、こう1点1点取ってね、三3点っていうところだけども、ここでチェンジアップが効いてないんだよね、騎手の。しっかりね、タイミング合わせられて打たれてるんで、こういったところを見てると、若干ストレートのね、キレがなかったのかなっていうようなね、感じは、しますね。で、この3回ね、あの、木下がセンター前打って1点取ったからよかったけども、あの、アリエルマルティエス、ワンアウト1塁から。 二塁牽制、アウト、バット。<laughs> 油断しすぎやろ。めっちゃ遅いし。久しぶりにあんな簡単にアウトになるセカンドの牽せを見てよ。バッて。キャッチャーこれでね、牽制。でも、長く見てね、岸も。タイミ良かったね。すべてがね。だからあの、楽天の守備陣、アレルマルティス、バット。あれはダメよ。でも、その後ね、しっかり得点つなげたっていうところがね、大きかったかなと。 で、中日ね、先発つは、5回、えー、64球、3安打334、2球、無失点と。まあ、ランナー出すもね、カットボール、えー、カーブ、チェンジアップ、スライダーと、本当にね、えー、しっかり低めに、丁寧に投げ切れたかなと。で、その中でね、ダブルプレイでね、相手のチャンスを潰すっていうところでは、しっかりね、絞らせずで、ね、所えー、ばらけさせてね、絞らせずっていうところでは非常にグッピッチング。で、5回で交代っていうところで、定時上がり。えー、この試合ね、残業せずっていうところでね、まあ、優秀な社員だったからと。ね、仕事きっちり。 ナイスです。まあ結果はね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。えー、次いで、えー、広島対日本ハム、31日1対0で広島、えー、1日5対1で日本ハム、えー、2日6対3で広島、広島の2勝1敗で勝ち越しね、こう踏ん張るっていうね、カープっていうところでしたけども、ま三、あ、31日ね、1対0で広島っていうところで、えー、広島先発、戸こだね、8回118球、2安打12三振、1・球1デッドボール無失点と、まあストレートのマックスがね、152キロと、で、キレも良くね、しかも左右打者ともにしっかりね、 インコースに、右バッターはインコースストレート、左バッターにはツーシームっていうところまあしっかり投げ込んで、たおかげでね、そのスライダー、パーム、ね、ツーシーム系っていうのが非常に生きて効いたなっていうところでは、クピッチング、ストレートの走りがね、素晴らしかった。 日本ハム先発加藤ね、6回65球4安打334、一級無視点と、こちらは同じ3番でもね、10と5であれば、10のね、非常に多彩な変化球でストライク先行して、しっかりね、的を絞らせず、球数も少なくね、非常にグッピッチ。ね、6回65球だからね、非常にいいピッチングだったけども、まあね、1対0っていうところでは、まあ加藤の責任ではないよっていうね、ところでありますよね。まあ両チームね、でほぼチャンスなくね、最後はミスで勝負ありっていうところになっちゃったけども、広島はね、8回裏、 ピッチャーね、宮西。で、代打、同倍しがね、レフトへ、ツーベース。で、ノーアウト二塁になって、野間がね、バント、キャッチャー前転がってね、キャッチャーサード投げようとしたけども、三塁手ね、石井が、なぜかね、前に突っ込んできてて、三塁ね、投げられず、で、ワンダウト三塁なんだけども、バーッと石井、ね。まあ、今季ね、三度目のサードっていうところでね、ま、あいろんなこと言う人いるかもわかんないけども、試合出た以上も言い訳になんないからね。そこら辺はしっかりやらないと、この判断ミスだからね。技術のミスじゃなくて。しかもノーアート二塁だから、 よっぽどじゃないとね、セーフになんない。しかも、転がっ、キャッチャーの目の前をしてるから、その、こっちに転がって、あ、どっちかなーって出てたわけじゃなくて、もう、した瞬間出ていってるから、そういった面ではちょっと状況確認も含めて判断悪かったなと。で、ワンナウス三塁になって菊池がね、レフト行きぜフライ。この虎のこの1点をね、しっかり守り切ったっていうところはあるけども、でね、えー、日本も9回表ね、ピッチャーと小林、広島、ね、えー、松本が先頭でライト前ヒット。で、上川端ね、あの、バンドして、 アイザーキャッチャー足すばってね、転ぶ、バーっと。まあまあ、あるけどね。あるけど、もうそういう時は、バーっとって言われます。はい。あの、で、ここで、代打杉谷、ね、バンドして、1号、3塁アウト、バンド失敗、バーっと。ここでバンド決めたかったね。その後、代ダ打ダ野村三振、代ダ打清宮セカンドゴローとね、いうところで終わったんだけども、これはね、もったいない。ファイターズは。 ね相沢がせっかくミスしてくれてるのに、今度はこっちからミスしてね、あのミス合戦で結局ね、あの逃げ切るんで、しかもその守備っていうところのね、あれも別にね、本当、まあ、石井が止まってたらアウトになったんちゃうかってね、サードもね、思うぐらい、ちょっとはこの敗戦は痛かったね、日本ムとしては。で、ここ、面白いところがあってね、まあ、4回表ね、ワンアウト一塁から、あの万波の打席でね、床田がね、ボークをするんだけど、一塁ランナー、上川だねで、レフトぐらいね。 中村商先、ナイスキャッチっていうところで、えー、上川とセカンド回ってオーバーナンしすぎてファーストね、ダブルプレイってなるんだけども、まあ、ボークだったんでね、あの、ボークっていうのは、まあ、選べんだよね。だから全部戻って、もう一回真ん中の打席をやり直しなんだけども、ここで俺がね、一つ気になったのはね、これを思ってそうしたら素晴らしい。でも、これが思ってなくてそうなったんだったら、本当にダメっていうね、 グッドとバッドの狭間っていうところがね、上川端にはあるんだけども、これもし上川端がボークって分かってたんだったら、あれはもうどんどん走ってホームに行く形になってもいいのよ。なぜなら、取られてダブルプレイになったとしても、それは帳消しになって、 次ね、もう一回真ん中の打席になるからダブループレイになることはないんだよね。だからあんなところでハーフウェイ取ったりとかセカンドベース上で止まってても何のプラスにもなんないからそのボークっていうのを分かってたから万が一落とした時のために全力疾走してエラーでも何でも落ちたらホームに変えるぞって言って取られても別にダブループレイは取り消しになるっていうのが理解してで走ったのかただ単に抜けると思って走って取ったからダブループレイになったのか これがどっちなのかで、グッドとバッドが大きく変わるんだけども、俺はね、まあファン、多くのファンの皆さんは前者だと思いたいと思うんだけども、俺は後者だと思うんだよ。その理由はなぜかっていうと、全力でファーストに帰ってきてたのよ。もし、ボークっていうのが理解してて、もう本当に本類まで何かあったり行こうと思って走ったんだったら、取られても多分ね、帰ってこないと思うんだよね。だってボークって分かってんだから、それはやり直すって気づいてるってことだよね。だから走った。ね。 でも全力でファーストまで帰ってきてスライディングしてたっていうことは多分、そのボークっていうのを理解しなくていったってことになるとあの走塁はバッと <laughs>、ね、ここでだから皆さんも勉強だけどもボークって言われたらなかなかバッター出ないんだけど万が一打ったらもうフライでも何でも走者はもうハーフウェイ取らず走った方がいいよ。どうせ取ららられたらやり直すんだからね そういった面ではね、これは非常にいい勉強になったと思うんで、えー、皆さんもね、もしアマチュア野球の皆さんとかね、いろんな人もね、あのこれは本当バッターもそうだけど、奏者にとってもね、そういうようなプレーをね、した方がいいっていうところでは非常に勉強になったんじゃないのかなと。でも上川田は多分そうやってし分かってなかったんだろうな、と思うような気がします。はい。 一日五5対1で日本ハムっていうところでね、広島先発遠藤ね、5回96球、8アンダー、5三振、1四球、3失点。まあ、粘り強く投げたけども、真ん中にやられたなっていうね、えー、感じです。で、日本ハム先発上原はね、6回89球、4アンダー、6三振、1四球、無失点と、まあ、カットボール、あの、カットボール、チェンジアップね、非常に変化球の制球力はね、グッと良かったんじゃないのかなと思いますね。で、日本ハムはね、真ん中、2回表ね、低めのチェンジアップをセンターね、ホームラン。こよく伸びたね、あの、パクちンっとただけあのね、力あるね。 で、4回、えー、表もね、真んミが、えー、カーブをライト、えー、2ベース。で、アルカウンタラセンターフライ。宇多見レフトフライで、ここ次得るかっていうところで、浅間のライト前タイムリー。この浅間の1点大きかった。っね。で、5回表、2アウトから清宮がね、えー、2ベースで出て、ノブのレフト前。で、真んミがね、もうこれはもうとダメ押しとなるレフトへね、タイムリーヒットっていうところで、まあこれね、しっかりこの真んミにね、やられたっていう感じだね。で、広島としては7回裏ね、この1点のみっていうね、ところで、まああとはね、この5回、7回、8回っていうところでね、 もうちょっと点がね、取れれば状況はね、えー、変わってたと思うんだけども、まあ、5回ね、3対0の状態で、えー、坂倉センター前、で、小園を三振して、中村翔誠ね、えー、センター前ヒット、1、2塁になって、えー、代打松山、えー、ライトフライ。で、代打道林三振というところで、ここでね、1点でも取りたかったなと。で、えー、7回、7回裏ね、こう1点取ったんだけども、えー、坂倉がね、上川豚のファンブリーに失礼。 で、えー、小所ショートで、中村翔征ね、野村の悪送球。だからこれミス二つでね、チャンス作ってんだよね。もうカビカワードの野村ね、バーっとだけど。で、ここでね、代打草さ、えー、レフトフライ。で、9番堂林がセンター前タイムリーで1点取るんだけども、野間が三振っていうね、ここもうちょっと追加点ね、ミスでね、得たチャンスだからもうちょっと追加点欲しかった。で、3対1の状態で、まあ8回裏ね、2アウトからだけど、マクボールームはね、レフト2ーベース、坂倉フォアボール。で、小泥がね、三振っていうところで、ここで、 パッパって言ってればね。でまあ結局あと９回にね、ニッポンハムね中村翔平のね一さ抜いて悪速いうところでね点が、えー、入って。まあそういったところではね、まあこのカープとしては５回７回８回でねここもうちょっと点取れればねひょっとしたらっていうところはあったけどもまあまんなみのね活躍でグッドというところでは日本ハムの勝ち。で6月2日、ねえー日スがね６対３で、えー、広島なんだけどもまあ日本ポハム先発伊藤ね４回６８球４安打３三振３失点とまあちょっとあの足にね。 ピッチャー当たって、まあ、頑張って本人投げたけども、ちょっと下半身も力入ってなくて、その当たってからね、球の勢いっていうのもなくなってたんで、まあ、正直、変わってもよかったんじゃないのかなっていうね、ところは、まあ、思いますね。まあ、本人頑張ったけどね。で、えー、広島戦は残りね、5回3分の2、95球、8 7、3、4、19、3失点と、えー、いうところでは、まあまあ、なんとか踏ん張ったかなと。 で日本もね、3回ね、伊藤3進、松本ん進、2アウトからね、今川が,がレフト前ヒット。ね、今川のインコースのんすごい上手く打つね、力負けしないで。で、清宮がライト前ヒットで、えー、ここでね、一三塁になるんだけども、ね、4番の村の時に、えー、ダブルシール成功で、まあ1点取るんだけども。ここでね、ほこう日刊スポーツの評論も書いたんだけども、まあ日本アムっていうのは、ここまでね、 こういういダブルスチールをめっちゃやってきてるんだよね、1週間前のヤクルトでもね、清宮がスタート遅れたからアウトになったけど、ね。この作戦は対応してきて、でキャッチャー、中村奨成、ね、まあ、ベンチもそうなんだけど、ひょっとしたあるなっていうのは分かるはずなんだよね、今までのハムのやるっつを見てたらね、で前日がね、やらなくて、まあ、走ってこなくてね、ボート掘ったっていうところもあるんで、中村としても多分ちゃんと投げなきゃいけないみたいな、ね、ところもあったと思うんだよね。 でそこでね、清宮、スタート切りました、中村翔誠も投げる前に止まってたからで、ね、あれ見たら投げるのやめるはずなのに、それでも投げて、結局今川にホーブって1点というところは、ちょっとね、研究しなさすぎだね、その日本ハムのことについてね、で中村翔誠も仮にもセカンドスロー出てたとしても、も走ってないんだから、投げるのやめなきゃいけないね、そういったところではね、ちょっと臨機応変さも足りないし、カープの研究。 っていうところがねちょっとううまくいいいっっってないかなってななかちょっとお客さん来たんで行ってきます。はいということで卓球便でした。はい、ね、こ,のだからその10これはね阻止できたと思うんだよね。でまあ、その後のね攻撃でも3回裏、ね、ワンアウト一・三塁からマクブルールオブの、ね、センターフライ若干浅め。でこれで、ね、タッチアップ三塁走線のまがするんだけどもセンターね松本がダイレクト送球で楽々アウトいや。松本の方考えたらあそこを走るべきじゃないでしょうっていうところね。ちょっとこのか 日本、ね、ハムのことについての研究不足からって、これ詳しいね、ところは、日刊スポーツのね、評論でも書いてるんで、ぜひ、えー、見てもらいたい。もう話せばね、ちょっと長くなりすぎる。ね。で、まあ、もって言って、あれ走るんだったら、俺はワンナウト二塁から、この西川のね、あの、伊藤の直撃、それで三遊間抜けていった時ね、あれホーム帰ってきた方が俺は良かったんじゃないのかなっていうね、えー、ところはあるけどもね、ちょっとそういったところでね、このカープがね、交流戦苦戦してるのは、ちょっとパリーグの相手に に対してのね、ちょっと研究不足っていうのはね、結構多々あるんじゃないのかなっていうところがね、すごい感じた一戦ではありますけれども、まあこれね、1対0で言ったよで5回裏ね、クリーのフォアボール、で、のマにね、ここ、冒頭、で、フォアボール、で、ここで糸が変わるんだけど、もうこれやっぱもう足の原因がもうね、明らか。だからここら辺はやっぱりもうね、変えてもよかったよね、本当に。ちょっと力が入ってないようなことを考えたらね。で、こっからね、えー、菊池、バスターで。 レフト前ヒット打ってノーアウト満塁から、西川アウトになるけども、マクブルー。で、ここでピッチャーね、古川から鈴木に代わって、マクブルーも押し出し、で、坂倉も押し出し。で、小倉はね、ピッチャーゴロでアウトね、取るけども、ウグサはね、押し出し、デッドボール。で、中村翔成に、ライトへ、満塁からね、走者一層のタイムリーツーベースを打たれるんだけども、ここでね、一気に6点。で、まあ、その後ね、6回表に、野村のね、タイムリー、で、う佐美のタイムリーでね、まあ、2点を取るけども、やっぱこの1、 1>, 1イニングね6失点というところは日本ハムにとったらね非常に痛かったかなとでも、こういったところはねちょっとカープもね勝ったからいいけどねそういったところはちょっと見直さないとあと、効率半分ねちょっとまだ痛い目見るよっていうところはねちょっと感じたかなっていうところだからここの選手だけのね頑張りでなんとか頑張ってるっていうところなんでもうちょっと組織的にねバックアップした方がいいんじゃないのかなっていうところはね、えー、感じました日本ハムとしてはやっぱり伊藤をね、まあ、無理させないで交代っていうところがね本人にとっていけるっていうからね ど、投球見ててもなんか一気に弱くなったんで、そこら辺はちょっと感じた試合でしたね。まあでも結局は2勝1敗で広島の勝ち越しでした。えー、続ついで、えー、阪神対西武。三31日0対2で西武。えー、1日5対4で阪神。2日6対1で阪神。阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども。31日ね、2対0で西武。えー、阪神先発西武。7回107球、6番で6三振、1、19、1点と。まあ山川にね、一発のみっていうね、あんまあピンチもあったけども、あとほぼ完璧。ね。 えー、で西武先発、佐藤ね、5回3分の2、107 9 3で4、3、4、2、2、2、1、デッドボール無失点と、まあストレートね、ちょっと走ってたかもしれないで。とにかくね、低く請球できて、ストレート、スライダーっていうところは、丁寧にね、しっかり投げきったんじゃないのかなと。西武はね、2回表、山川がね、えー、あのインコースの、たぶね、パーンってレフトにね、ホームラン打って、で8回ワンアウトからね、えー、若林のショート内野安打、中村三振するけども、山川フォアボール、で、ツーアウト一、塁になって、森のね、ライト前ヒット、で、これ、二塁になるの若林ね、総理 ホームもね、で若林がね、復帰、ね、あの昨年のね足の大けがから復帰して、2番ライトで4打数二安打、グッこの若林の活躍はね、非常に期待したいと思います。で、阪神はね、ちょっとほぼチャンスなかったかなと、まあ、あとはね、リリーフ、水上平、ね、増田と、非常にね、リリーフがしっかり作って、まあ、その中でチャンス作るもね、一、まあ、本出ずっていうところはあったんでね、まあでもここはちょっと阪神はね、完敗だったかなと、で山川、ホームラン打てば負けないっていうね、不敗シーンは続く。 ね。で、6対1、えー、6月1日ね、5対4で阪神というところで、阪神先発ね、西俊也え、5回3分の1、104球、6アンダー、7三振、西球、3失点と、まあ、やっぱ前回と比べてね、圧倒的に変化球のかね低めにしっかり制球できて、非常にね、グッピッチンね。最後は若干ね、ちょっと疲れたかなっていうところは感じましたけども、非常にね、前回と見比べると、非常に良かったと思います。で、西部、西部先発用でね、4回67球、8アンダ4三振、無四球、五失点と、まあ制球がちょっとね、真ん中真ん中にね、入っていったっていうところで、ちょっと入りすぎたかな。 甘めにね、まあ、そこを通打されたかなと、阪神は初回、えー、島田センター前、えー、で中野ライト前、ノーアウト一、三塁からね、えー、中野が盗塁、二、三塁になって、近本ショートゴールの間に1点、佐藤三振、大山三振とね、ここもう1点ね。 欲しかったね。そしたらもっとね、楽な展開になったかなと。で、3回ね、島田ライト前。で、中野がね、バンド失敗。2塁でアウト。で、近本ね、えー、センター前。で、ここチャンス繋いでね、1、3塁になって、まだ近本が盗塁。で、2、3塁から、えー、佐藤がレフトへタイムリーで、大山はね、レフトへスリーランと。まあ、初回のね、点取れなかったのを取り返すっていうね、ところで、まあ、一気にね、 得点っていうのを上げるけども、やっぱこう足もね絡めて、で、ヨもね、クイックで投げたりもするけど、やっぱアンダーソローってね、まあ、なかなかね、クイックで時間かかるっていうところでは、しっかり中野近本のね、この通り、足を絡めたっていうところでは、攻撃も良かったし、この一番の島田が、グッと、非常に素晴らしい活躍、えー、だったかなと。で、西ブはね、6回表、まあ、フォアボールをね、えー、起点に、大打策もね、はまって、 一気に4点取って追い上げるんだけどもね、1点足りずっていうところで、まあ、6回表ね、えー、アイト、レフトでツーベース。で、山川ね、センターフライアウト。で、ウネンティンフォアボール。で、オーグレディがライトでタイムリーヒット打っていって。で、続いて森もフォアボール。で、ワンアウト満塁から、ダイト中村がレフトでタイムリー。で、まあ、ダイダー栗山が、えー、センターへタイムリーヒット。で、ワンアウト2、3塁から、ね、若林三振。とのさフォアボールで、アイトがライトフライ。ここで、もう追いつきたかったね。 これでも追いつけなかったっていうところがね、セーブとしてはきつかったかなと。まあ、ここね、が一番のセーブのポイントだったかなっていうところありますよね。で、阪神はね、アルカンタラ、岩佐岩崎でね、えー、岩崎できっか、きちりね、逃げ切ったっていうところでは、リリーフがね、ちょっとずつ安定してきて、もうこういったね、ところで接戦をね、物質するっていうところがは非常に良かったかなと。 でね、まぁ、西武はね、まあ4回、6回ね、8回。だから4回にもね、まあ五対0だったけども、ワンアウトから愛と、えー、ヒット、山川フォアボール、ウネンティンフォアボールで、ワンアウトマンリーからオグレディ、でダイダ、代打森がね、えー、アウトっていう。でね、六、えー、6回もね、もう1点っていうところは先ほど言ったけども、8回もね、えー、ワンアウトから山田フォアボール、若林レフト前、ワンアウト一塁から代打岸アウトの愛とかね、三振っていうところで、まあこれね、 あの、ところで一本ね、あと一本出てればね、勝ってた試合だったような感じもしますけども、まあ、よくね、アルカンタラ、岩田ね、岩崎ね、よく逃げ切ったからっていうね。で、二日、六対一でね、阪神っていうところで、阪神先発関係をね、六回三分の一、百五球、五安で四三振一球一失点と、まあ、ゆったりとしたホームで、しっかり玉持ちもよく投げ切るっていうところがね、いい形で抑えれたところかなっていうね、グッピッチ。ね。 でね、西武先発ね、えー、隅田。えー、5回76球、12アンダー334、無四球3失点。まあ、6連敗目っていうところだけど、まあ、まあ、全部は全部ね、悪いわけじゃないっていうね。まあ、12アンダーされるもね、粘って投げたんだけども、まあ、阪神はね、4回裏、えー、糸原センター前。で、えー、小野寺はセンターへね、えー、ツーベース。で、ノーバート2、3塁になって、長坂のセンターフライをね、センターへとホームへね、アウトタッチアップダブルプレイギッとナイスよ。で、ここでツーアウト2塁になって、ここでね、切れるかっていうところで、ガンケルがね、 センターへタイムリーヒット。ここね、ツーボール、インコースもなきゃいけないけどね、ツーボールになって、最後ストレイ、ストライクね、取りに行ったところをガンケルにね、ツーだっていうところで、まあ、ここ、これがキーポイントだったかな、セーブのね。で、その後島田のね、えー、ファーストゴロ、山川がこいつエラー、パーッと。これも止めてたら1点で終わったかもわかんないのに、で、その後中野がね、センター、えー、タイムリーツーベースっていうところで一気にね、えー、得点。で、7回裏ね、近本センター前、佐藤のセカンドゴロ。 ウデンていうファースト薬草球で、ここ、大山バ,バンドしっかり、大山、グッズ。で、糸原がね、ライトへ2点タイムリーってね、相手のミスにね、つけ込んでしっかり得点できたっていうところがね、しっかり勝ち切れたところかなと。で、まあ、セーブはね、7回でね、ここ1点止まりっていうね、ところが、ここでね、7回追加点取れてたら、ひょっとしたらっていうね、 えー、ところはあるけども、まあ、3対0で迎えたね、えー、7回表、えー、中村レフト前、オグレディでアウトになるけども、代打ゴ越レフト前ヒット。で、栗山がね、えー、ここでライトでタイムリー。で、ワンドレツ1、塁からピッチャーアルカンタラに代わって、若林三振、ウネンティーセカンドフライ。ここでもう一点でも取ったらね。だこのね、西武はね、この、やっぱ1日、2日はね、ここで1本っていうところで出なかった。逆に阪神はここで1本打たれたらやばいっていうところでしっかり抑え切ったっていうところはね、この前半戦の阪神と若干ね、違うところだったんじゃないのかなと。 でこの日ね阪神はガンケルさんアンダー,、ねえー、打つのじゃなくてピッチング自体期待してくださいってヒーデビューって言ってましたけどね、まあ、でも素晴らしいバッティングだったかなと、でねまあ、8回ね、ね阪神の攻撃が非常に良かったかなっていうね、8番長坂がねレフトでツーベース打って、山本送りバンドで島田がライト前ツーベースで1点というところで、このね回から上位へっていうね、非常にいい流れで点を取ったっていうところは、非常にね、まあ、6点目、まあ、ゲームは決まってるんだけども、非常にいいいいね点の取り方だったんじゃないのかなと。 この一番ね、島田っていうところが非常にね、この、え、勝ち越し、非常に役割としては効いてきたなと。で、中野近本とね、この1、2、3のつながり、で、クリーンナップもしっかり得点返す。で、足を使う。非常にいい攻撃。まあ、このね、残り半分は阪神の戦い方ね、一気に上がるためにはもうね、え、き越すわけにはいかないっていうね、戦いに見えました。結局ね、え、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。 ついで、えー、DNA でオリックス。31日4対1で DNA。1日、えー、5対1でオリックスえ。2日3対1でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、31日ね、4対1で DNA。DNA 先発今中ね、6回107球、8アンダー三し、無四球1失点と。まあストレートね、非常にキレあり、グッピッチングね。まあ球数多くなったけども、無四球っていうところがね、やっぱ高等の要因だったんじゃないのかなと思います。で、オリックス先発山岡ね、6回79球、6アンダー3三し、無四球2失点と。まあ、チェンジアップ立てすらがね、 浮いたところを見逃されることなく、タイムリー打たれたっていうところがね。あって西ってんだけども、もまあ、試合としてはしっかりね。作ったんじゃないのかなと思います。で、オリックスはね。初回マッカーシーのね。ライトへのタイムリー。こののみね。この1点というところで、まあ、3回ね。2。アウト13塁から杉本三振。ここがね1本出てれば勝ちたかもっていうところのね。キーポイントだったかなと。 で、DNA はね、3回、サノンセンター前で、4回、ヤマトのね、レフトへタイムリーっていうところで、これ2アウトからね、チャンスをものにするっていうところが非常に素晴らしかったかなと。ヤマトはね、去年のあの、ロッテ戦でも、あの、サザキと久保の OB 対決の時のね、ロッテ戦でも、えー、さよなら打ったけども、交流戦なんか強いね。チャンスで打つっていうすごいなんかイメージあるね。で、8回のはね、関根のセーフティースクイーズで3点目。これ大きいね、1アウト1、3塁からね、 マキセカンドゴロね、キャッチャー、フィーダー勝率、ショこの4点目で、ね、勝負ありっていうところで、ま、あセカンドあたちね、ホーム気持ちもわかるけども、あれ、ショートね、セカンドベース入ってたから、463のダブルプレイ俺は狙ってもね、よかったんじゃないのかなっていうところはあるけども、ま、あ一点しか取れてないんでね、オリックスとしては、カンパ。で、ここでね、まあ、あの、初回、ミネイのね、スイングで、 不思議のね、頭に当たるっていうところがあったけども、これはちょっと全部終わってからね、解説します。はい。えー、6月1日ね、1対5でオリックスっていうところで、オリックス先発ね、ワゲスパック。5回75球、3安打734、191失点と。まあ、やっぱりストレート次第だね。まあ、ああのー、サイスニードと同じようにね、今日は本当切れ味、力強さ非常に素晴らしかったかなと。あとね、高め、振らせるっていうところでね、持ち味もあってね、ストライクを稼い、カウントを稼いでね、非常にいいピッチングにつながったかなと。 で、DNA 先発のメロね、3回3分の2、77球、6アン334、29、4失点。ま、あ、求球甘く甘く入ったところを2だね。ま、あ、初回のね、ワイルドピッチもちょっと痛かったかなっていうね、ところはありますね。で、オリックスはね、3回、杉本がね、バックスクリーンへ2ラン。まあ、4回ね、ワンアウト、1、3塁から、で、ワケスパックのね、セーフティースクイズ。グッと。 なんか、ちょっとぎこちなかったけど、うまかったね。で、ここでね、もう俺いつも思うんだけど、ファーストの外ね、何でもかんでもホーム投げんなっていうね。で、その後ね、失点しなかったから DNA としてはよかったけど、無理なんだから、もうそのと、あの、これあるある。全球団にいた。えー、セーフティースクイーズ。絶対無理なのに、ホームに投げるの。あるある。ピンチ拡大。なしなし。はい。っていうところでね。 そこはもう諦めてファースト一つ取りましょう。気悪いんだったら仕方ないけどね。で、7回、ツアウト満塁からダメ押しのね、トング、サードのアイアン打1点っていうところで、このサード宮崎がね、ファールになるからもうって見送ってね、ベースにね、コツンって当たってしまうっていうね。まあ、でもあれはね、取ってもセーフだから、まあ、仕方ないね。あの、見送りはね。そういったところではちょっと、あの、DNA 的には運んなかったかなと。で、DNA はね、打つおでは3アンダーっていうところでちょっと打つってらしかなと。まあ、唯一ね、あの、5回裏。 4対0で迎えた5回ぐらいにね、1点取るんだけども、ワンアウト1、塁からね、桑原がライト前2ベース打って、その後ね、ワンアウト2、3、塁から代打宮本三振、佐野三振と、まあ、ここでね、あと2点ぐらいで3点ぐらい取ってればね、ひょっとしたら変わったかもわかんないけども、まあ、全体的にはちょっとね、乾杯っていうね、ところだったんじゃないでしょう。 でね、二日、一対三でね、オリックスっていうところで、オリックス先発ね、山崎幸也。7回105球、4安打93振無四球1失点と。まあ、投球してね、あの、顔に笑顔も出て、まあ、リラックスして投げてるんだと。あと、ホームをね、ちょっと飛び跳ねるぐらいの躍動感もあって、非常にね、グッピッチ。まあ、前回ね、一生して、やっぱりい、いろんな面でね、楽になったんじゃないのかなと思います。でね、対、あの、右に対してね、の外、えー、ストレート、外からのスライダー、あと、チェンジアップ、ホーク。 カーブっていうところでね、こう様々な球種で外からのね、出し入れっていうところができたのはね、非常に制球力も素晴らしかったし、あと、伏見のリードを含めてね、非常にグッドだったと思います。で、DNA はね、で浜口、5回ね、96球、5アンダ6三振、4四球、1デッドボール2失点と、まあ、前回ね、対ソフトバンクも7四球出して1失点で勝ったけども、やっぱりここだね。あの、結局フォアボールで失点がね、えー、絡んでるっていうところ、ま、あ5回ね、あの、2失点だから、ま、あ踏ん張って、 っちゃあ踏んん張ったんだけども、やっぱりそのね、リーグの平田大和のね、スーパープレーにね、助けられたっていうのはあるけども、やっぱこういうのはね、やっぱ長く続かないからね、やっぱそういったところはね、しっかり制球力っていうところを身につけていかないと、ちょっとキャッチャーもね、えー、大変だね。だからね、あの、この試合、d n a はね、初回、海老名がね、630日ぶりのホームランを打って先制するんだけども、まあ、2回の表ね、 ワンアウト1、3塁から、伏見のね、ショートゴロの間に、えー、1点を追って、ね、えー、同点。で、6回表。で、胸フォアボール。中川フォアボール。で、杉本がね、レフトへ勝ち越しタイムリー。 え、ツーベース、ノーアウト二三塁から、足立デッドボールで満塁。で、伏見の時にね、ピッチャー平田に代わって、平田がね、ショートゴロ。ね、これもショートのマトホームへグップレイ。素晴らしいね。あれはほんと素晴らしかった。で、その後ね、紅林六四三ダブルプレイで、まあ平田とね、マトのプレイのおかげで失点がね、増えずに良かったけども、まあね、この浜口はやっぱもうちょっとそうやってやっていかないと。まあこう長く本当にね、勝ち繋げていこうとしたら、こういうの長く続かないからね。そういったところで良かったかなと。 で、ふちはね、この8回にトラのコの1点取るんだけども、セーフティスクイズで、ね、高めボー,ボールになって、一生が出てきてできなくてね。で、最後、あの、ファーストゴロンの間に1点取るっていうところでね、まあ、この2回もね、ショートゴロンの間の、まあ、2打点ね。まあ、打てなかったけど2打点。いいつまりです。はい。えー、っていうところではよかったと。で、広島、あの、オリックスはね、平野、セーブ、200セーブ。Good. nice pitch ね。素晴らしい。あと50セーブで迷宮入りです。頑張って。 ねっていうところでまあ結果ね a、えー、2勝一敗でオリックスの勝ち越しですけどもまあ先ほど言ったねこのミネイのえバットスイングのね不死身の頭に当たるっていうねまあ不死身もねこの二日の試合ね元気に試合出てたんでねおき、えー、たことがなくてねまあ良かったと思いますけれどもまあでもねまあ仕方ないこれをね責められないバッターはねもうだからもうその まあ多分、ミネイがそこまでオーバースイングするっていうのはちょっとね、まあ、外国人のね、昔でバレンティンとか、えー、デスパイネとか、外国人だと予期できるからもうちょっと近づかないようにしようとかね、ちょっと半歩下がるかなっていうところはね、えー、できるんだよね。だからあの過去ね、まだコロナになる前にバレンティンのね、取材、あの他のキャッチャーにした時に、やっぱりね、全キャッチャーちょっと半歩が一足分ね、下がるって言ってたんだよね。危ないからね。 そういったところはやっぱキャッチャーとしてはもうほぼ全員がね気をつけるからしてたけど多分ミネイがあそこまでオーバースイングになるってことは多分伏見もわからなかったと思うんだよねだからそれでまあ当たっちゃったんだけどまあでもそれをでねやっぱりミネイを批判するっていうのはおかしい圧倒的にねそのわざとだったらダメだよわざと当ててやれみたいなだったらダメだけどもわざとじゃないかったらその自分の打席台のスイングだからねそれはもう仕方ないしあれはわざとじゃないと思う だからもうそうなったらやっぱキャッチャーが後ろ下がるしかないし、そうなってもいいように、もっとヘルメットをね、こう頑丈にするっていうのか、もっとクオリティ上げるかしらね。だって昔なんて帽子でやってたからね、帽子でって考えたら、今考えたらも,もう殺人級だよね。そう考えるとね。まあそれがヘルメットになって、それがあの、アイスホッケーのヘルメットみたいな、これフル、フルフェイス的なね、フェル、あの、マスクにするとか、まあそこら辺の方を改善、ね、 どうにか改善していく方法を取るしかないね。あとは半歩下がるとか、まあそういう傾向ある選手にとったらね。まあそれはもうキャッチャーがどうにかするしかないのよ。だってもう違反じゃないからね。わざとじゃなかったね。俺のリンンのやつなんてあれもうリンデンわざとだからね。それはもうバチバチになっちゃうけどね。だから、だってこれもし防ぐとしたら、ルール内で防ぐとしたら罰則って言ったって何の罰則だっていうのがあるんだよね。そうなった時点でバッターアウトなのか。何の罰則かっていうところも難しいし。じゃあ、 こう手離さなかったら絶対当たらないんだよ。じゃあバッターはもう手離した時点でアウトにするかね。でもそれじゃあもう野球じゃないからね。そういった面でも、まあこれはね、まあ伏見がね、大事に至らなかったっていうところは本当に非常に良かったと思うけども、まあもうそこなんかこう、ガード的なのでね、だってこう、あるわけでしょ。ヘルメットとかもつけたり、いろんなものつけてるわけでしょ。だからキャッチャーの頭も,もうガード的なもので改良、改善。 新作を見つけていくっていうのも、まあ、それも一つの手じゃないのかなと。なかなかバッターはね、難しいと思うよ。これはもうね、仕方ないって言うい方もあるだけど、もっと押しようもないね。まあ、そういったところが改善点じゃないのかなと思います。皆さん、どう思いますか。ね。はい。ということで、結果ね、えー、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。さあ、ということで、申し送り事項、やってまいりましょう。このね、週末行われます。えー、まずは、巨人対ロッテ。あ、この試合、今日です。 佐々木、日本放送で解説してますんで、ぜひ聞いてください。巨人の皆さん、佐々木朗希の試合に勝てば3連勝できますよ。頑張って。早め早めに来るんで、まっすぐ合わせて、そう打ちに行きましょう。ね。頑張ってフォーク見逃せたら完璧です。岡本オープン戦で打ってますよね。佐々木朗希、攻略。ね。あとは、そんなに打たないんでね。打線が思い切って投げ込んでいきましょう。ロッティ皆さん、巨人、ポランコ。ね。 ウォーカー。でもウォーカーが今当たってるからね。だからウォーカーとかも気をつけよね。だからその前にランナーを出さないようにして、打たれてもソロ。これでいこう。そういったところになるとチャンス出てくるからね。ね。なんとか所詮、初戦、佐々木で勝ったら、3連勝ありますよ。はい。さあ、続いて、えー、ヤクルト大セーブ。ヤクルトの皆さん、セーブは、やはり見てると、山川です。山川にホームランを打たれたら、負けるっていう情報がありますからね。山川、抑えて。 行きましょうリリーフ調子いいんでねそこら辺前半勝負つけたいですね西武の皆さんヤクルトは村上スフォアボールでもいいんでねフォアボールねそこは次のバッター見ながらね無理に勝負は気持ちですよあと何気に浜田フルスイングしてくるから気をつけてさ続いて、えー、DNA 対楽天 DNA の皆さん楽天浅村島内がちょっとつながりだしてるんでねそこ本当に気をつけて浅村さえ抑えていけば勝てるからね 頑張って。楽天の皆さん、DNA、福江とか、いろいろ来ますけども、結局はね、佐野です。佐野を抑えできれば、打線のつながりは分断できるんで、そこ、全力で抑えていきましょう。ソードバンク第中日。中日の皆さん、ホークスね、柳町です。あの、本当にね、反対方向追ってくくんで、インコスカンが行きましょう、インコスカンが。ね、そら辺の気持ちで、ファイト、ね。ソードバンクの皆さん、中日はね、 前回も言ったんですよ。ね。ちゃんとがん、もう頑張って、そこでね、楽天のファンの皆さんにも言ったんですけど、そこに行かれちゃうから。安倍と三つ又だから。この二人ね、気をつけて、特に三つ又とかチャンス強いからね、気をつけて。阪神対日本阪神の皆さん、2アウト、1、3塁、ダブルスチールしてきますからね。してきますよ。気をつけて。日本ハの皆さん、阪神ね、島田、しっかり抑えよう。 島田中の近本の流れがね、足も絡めてくるからかなり厄介だから、ちょっと島田をしっかり抑えて、ちょっと分断できるように、そこね、全力でいきましょう。広島対オリックス。カープの皆さん。ちょっとオリックスがね、杉本が交流戦になって4割以上とめっちゃ打ち出してきてるから、交流戦前の杉本とは大違いよ。そこしっかりデータを取って、杉本、抑えに行きましょう。ね。危険だよ、交流戦。オリックスの皆さん。カープ。カープはね、結局見てるとね、坂倉がね、 中心的な役割を果たし出すと打線がね、回るような気がするからね。坂倉ね。そこをね、ちょっとガッチリ行きましょう。ね。あとはね、どんどん足使っていけるんだったら足使ってね、作戦いっぱいした方がいいですよ、オリックスの皆さん。はい。さあ、ということでね、申し訳事も終わりましたけども、ね。さあ、残り半分の交流戦、どうなるのか、交流戦優勝はどこなのか、えー、交流戦前と後で順位のフレッシュはあるのか、皆さんね、楽しんでいきましょう。 ということで、本日も Enjoy Baseball!